皆さんこんにちは、直しです。今日は、こちら僕の買った、フリード、こちらですね、タイヤ交換ということになります。もうね、3月末で雪降らないでしょうということで、夏タイヤに交換していきたいと思います。で、今日はちょっとタイムアタックで何にも準備してない状態、タイヤもトランクに積んであって、何もジャッキも準備してない状態から、果たして、全部完了するまで何分でできるかということを挑戦していきたいと思います。今現在の時刻が、8時5分見えるかな、8時5分おはようございますなんで出てきました、アシスタント手伝ってくれるのかな、今日は今日手伝ってくれないっぽいですけど、フリードのタイヤ交換頑張っていきましょう。レッツドライということで、今8時、まあ、6分ですけど、8時5分からスタートと考えていきましょう。目標は、目標は30分、いや40分かな。今回準備からあるんで、まずタイヤ出すとこからね、今回この辺の段取りが早ければ、で、この場合、このフリーの場合はジャッキがここに入ってます。ロスだね、完全なロスタイム。うわ、なに、これなんだ。はい、取った、取れた。ジャッキと付属工具、うん、そうだね、回すやつ2個、よっしゃ。前も言ったけど、段取り早くてたけど、もう事前にタイヤを準備しておいた方がいいので、これを置きましょう。で、このよいしょ、やっぱホイールカバーはもう外しておいた方がいいですね。よいしょ。じゃあ前から行こうか、前から。このポイントにちゃんと当てて、少し入れといた方が、あ、やっぱ重い、重い、フィットより重い、全然重い。やっぱね、車体が重くなってるからね、これジャッキアップが重い。よいしょ、この十字レンジ使ってる時のこのくるくる、これすげえ好きっす。よいしょ、いや、重いね、やっぱり少しね。よいしょ。ちなみに今回夏タイヤ、このタイヤも新しくなりました、新品です。ちゃんとずれないか確認して、よっしゃ。よっしゃー、そろそろちょっと回らないようにして、よっしゃ、OK、 よっしゃ、一箇所終わり、次行くぞ、一気に行きましょう、一気に。あ